ビットコイン500万大きく割りましたね。これは結構インパクト大きいんじゃないですか。500万割ったってのは。まあただ何度も言いますけども、やっぱり100万以下で私の場合はね、仕込むことをずっとお勧めしましたし、私も実際100万以下でしかビットコイン仕込んでないんで、まだまだ全然余裕かなと思いますよね。で、むしろ200万300万超えたあたりで買っちゃった方っていうのはちょっと戦々恐々としてるんじゃないかなと思いますし、イーロン・マスクさんがね、ビットコインを買うことによって、まあ、500万を超えて700万までいったわけですよ。その500万から700万で買った人っていうのは高値掴みの部類に入ります。だから誰か大物がやった時にやった時はもう遅いんですよね。だから大きなインパクトとかファンダメンタルが起きた時ってのはもう遅くって、それが起きる前に仕込まなくてはいけませんし、それが起きる前に売却しなきゃならないんですよ。だからもうはまだなり、まだはもうなりっていう、まあ、投資の名言が生きてくるんでしょうね。ビットコイン460万、まあでも全然上がるんじゃないですか。8月1日までに500万いけば、まあ同じだと思いますよ。で、ビットコインの認知っていうのはなくなることはないですから、この1000万までは楽々いくと思います。こんなの瞬間的な値下がりだと私は思いますけどね。と同時に、ビットコインに全身依存するんではなくてね、やっぱり基本的に、まあビジネスをしっかりとやっておくことによって、余剰資金をいつでも生み出せるようになっておくことが大事だと思います。ビットコインね、やっぱり例えば400万とか500万で買ってる人って、今売却するのすごい難しいと思うんですよ。利益が出てるわけでもないですし、損失としても中途半端ですしね。だからこういう時はビジネスをしっかりやって、次のチャンスのための余剰資金をどん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 蓄えておけばいいんですよ。で、そういうことができないと、ビットコインのただね、損切りするかね、わずかな利確をするかっていうところで、こういうふうなね、それはもう完全素人の行動ですから、絶対儲かんないですよ、そんなことやってたら。で、暗号通貨に複数分散投資してる方もいると思いますけども、じゃあ他の暗号通貨もビットコインの値下げにつられて、まあ、下がるでしょ。まあ中には下がってないのもあるんですよ。例えばね、イーサリアムの値下げ幅は結構ね、踏ん張ってる方だと思いますよ。37万ですからね。40万は切らないでほしいなと思ったんですけども、まあでもね、20万前後でずっと推移してたんで、まだまだ高い水準で推移してると思いますね。だとリップルですけども、リップルもこれだけの状況の中で頑張ってる方ですよね。逆に値上がりしてるぐらいですからね、リップルはね。まあでもリップルも200円を超えられるかどうかってところが一つのポイントだと思いますので、172円とは言ってもね、まあでもすごいですよ。20円とか25円がずっと長かったんで、リップル持たれてる方は一つの、利確ポイントになってるんじゃないですか、この150円から200円の間っていうのは。まあ私は200円に到達するまでに本当ギリギリのところで全決済して、ああ、よかったなと思います。すごく負担が減りましたんでね。やっぱり複数の通貨をリサーチするのってきついですよ、私みたいな暇人でも。 やっぱ1点か2点に絞ってね、ケアするような形じゃないと、まあ最初はバーッと、ね、広く浅くダーッとやるのがいいんですけども、自分が応援する通貨が決まったら、そこに特化して、そこに集中して意識を向けたりとかね。まあ特に意識を向けるぐらいしかやることがないんですけどね、価格が操作できるわけじゃないんで。私の場合はこういうふうな YouTube 発信を通じて、自分の応援してる通貨をね、もっともっと知らせることによって、その通貨が売れれば、出来高が上がれば、もっともっといい状況になりますんで、それをしていくばかりかなと思います。ジンフィンネットワークっての一時期注目したんですけども、今でも注目の銘柄だと思うんですけども、ジンフィンネットワークに行くほどもうね、私のその資金の集中度っていうのは、そこまで行ってないってことですかね。体のレーダーがしっかりとしてれば、もう暗号通貨それで OK って話なんですよ。保険としてビットコインやイーサリアムがあるって感じなんで、まあレーダーが突っ走るんじゃないですか。今も222円ですからね。まだまだ上がりますね、レーダーもね。300円とかに早くなってほしいなと思います。同時コインっていうのは何ですかね。これなんか詐欺だとか言われてましたけどもね。いろんなこと言う人がいますよ。特に有名な人が発言すると、それは風説のルフにもかかるぐらい影響しますよね。暗号通貨の世界には風説のルフってのはないのかもしれませんけども、似たようなことはよく起きます。なんかモルガン・スタリーかなんかの人が、ビットコインは詐欺だとか言って、値下がりた瞬間にね、自分でたくさん買ってたみたいなね、そんなこともありますんでね。皆さんも自分の判断でやるんですよ。だからファンダメンタル当てにしてたらダメですよ。誰かが言ったとか、何かが起きたらいいのになとかね、何かのインパクトがあるからこうなんだとかじゃなくって、きちんとこの暗号通貨がどのような需要を抱えていて、どのようなロードマップに従っていて、この開発者はちゃんとね、誠実にやってるのかどうかとかね、そしてそこに参加している人は本当にね、ギャンブルもどきではなくって、きちんとその通貨を理解してね、掘り下げているのかどうかって、これ分かりにくいと思いますけどもね。
肝心なのは自分が応援している通貨をこうやって発信することじゃないですかね。まあそうするとその発信によって通貨が認知されて購入確率も上がってきますんで、最もリスクのなく効果的な値上げ方法だと思いますよ。だから特定の通貨をたくさん大量に買えばそれは値段上がりますけども、それ大量に買うお金がないからこういうことやってるわけじゃないですか。まあ、だから発信することによって通貨をわずかでもいいから買ってくれる方をたくさん集めることじゃないかなと思いますよね。じゃあ本日は以上です。